こっち稼げるんですかね、この大久保公園。そうですね、日によって。ああ、あと結構自分知りたいのは、はい、お客様で本番を強要したり、はい、そういったあの怖さとかはないですか。でもお金もらってるんで、もう慣れですかね。え、うん、それはリナさんプロ魂というか、そういったところは危ない目に遭おうが、その何万で体を売ってるわけなんで、そこにはビジネスとして、もうビジネスで割り切ってます。あ、じゃあ何されようがいいかなっていう、うん、あとは風俗で働いてる時と立ちんぼ、これってどうです、収入的には。まあぶっちゃけ風俗の方が良かったですけど、はい、でも楽なのはこっちですね。時間が短かったりして。1日の最高金額とか聞いてもいいですか。1日7万。え、1人で。後日会った時に70万もらいました。70万？うん、多分もうお金の使い道がよく分かんなくなっちゃってるんだと思う、その人も。